今日は早川君についていきな。え、お前と牧野さんとでは格が違う。見回りちょっと来い。お前仕事辞めろ。俺の優しさが伝わらないかな。お前さ、牧間さん目当てでデビルハンターなったろ。ピッてやるよ。お前は悪魔にビビって逃げたってな。先輩は優しい人なんだな。おい、男と喧嘩するだけ。身の扱いされたし、初めて飯食わせてもらった。俺にとっちゃ夢みてえな生活だ。死んでもいいっつうの、酔っぱなし。俺だけの命じゃなかった。マキマさんはな、お前みたいなチンピラが好きになっていい人間じゃねえんだよ。てめえもマキマさんが好きなだけじゃねえか。邪魔ばっか、狙いやがった。食べました。嘘です、こいつの嘘です。舞台、このチンピラがですか。最高だぜ。風呂長いんだよ。はあ、お前義務教育受けてないのか。おお、受けてねえよ。悪魔になって力を見せてみろ。か、楽に殺してやりたくて。俺の家族は全員目の前で悪魔に殺された。俺友達いねえもん。おい、話聞けバカ。話せて俺を活躍させないようにして、俺を辞めさせる気なんだ。